Okay, hello friends, we are back. Today, we got a request from my friend how to block from the opponent thrust. さあ、今日はですね、はい、見てくれた友達からですね、月のブロックの仕方を解説してくれるので、なるほど。ぜひ、ちょっとぜひよろしくお願いします。はい。月はね、やっぱり点でね、こう入ってくるんで、ね、対処する、さばく。難しいね、はい、怖いよね。こうって来たりすると少し軌道が見えるけど、ね、上段からでもです、ね、こう感じだったこうがあるとね点としてね、入ってくるんで実際もう確かにね難しいんだけど一応その対処法ってことをね今日はやってみたいと思います。はい、 So let's go you guys。 でまずね、これはさっき、ね、出しましたけど先が比較的安全な地内月はね、やっぱり非常にさばきづらい。ここからこう入ってね、ここからボーっと入って、こういう感じで、ね、今当たりましたけど、それ。どうですか？いや、僕、急にカットくる。今、ゆっくりさばくけど、じゃあどうする？手で、はい、手でさばいてください。はい。おー、なるほどね。彼はビギナーね、まだ、ね、2 days。じゃあ、さばいてね。はい、今、こう、一見さばいたけど、払っちゃってる。こう払うとやっぱり難しいわけです。すぐゆっくりやるよ。こうどうゆっくりとオプションにこうやってねやるといいけど、ところがこうしたらもう無理でしょ。ところがね、中級者になるとね、もう払わないのね。手で払うことやってどうするの？立てる。立てる。立てる。自分の中心線はこの前のね伊藤の動画に言いましたけど、守る。守るためには剣。立てる、立てる、立てる、こう立てることが最大の防御になるんですね。ですからこうやって引いても、できるだけ払わないで立てる、立てて、こっちに相手の中心を押さえる。考えてみますよ。はい、これだけ月の対処は難しい、はい、できないってことです。いや頑張りましょう。払わないで立てる練習ね。じゃあ数やってみます。はい、まだちょっと甘いの画面上には分かんないんだけど、ついてて、こうやって払うとこういう動きで伝わるでしょ。相手も分かる、こう伝わる。ところが立てるだけっていうのがこうなる。立てる動きっていうのはもうこうなるから、このまま相手の中心を押さえて、押さえて守り即攻撃に転じれるということになる、つながるわけです。ですから立てたい、ひたすら立てるといいです。でもそれだとちょっと分かりづらいんで、ちょっと答えちゃう、ちょっとこうでもいいし、そのまっすぐ高い位置だとこうこうこうやって調子を入れると、ちょっと早くするとこう入っちゃうんだね。短い道具っていうのはやはり不利なんで、ここで守っててもちょっとこう回ると巻き込まれちゃうんです。ですから道具を立てて、プラスもう一つ大事なことはハミなんです。このままこうやってこうやってやってると、このまま、ね、長い道具に巻き込まれて入っていく。ところがこの状態からハミ切ってると、自分の刀が相手を中心をして、相手の剣は自分の方に向かない。当然だからハミと立てる、こっちでも低い、低いところでこうです。高いところでこうです。実はもう一つありますね。現実に対人の場合、やっぱり間になります。この距離、場合から寄ってきて、打てる、刺さると思ったときに動き出します。この動き出そうとした意識の間を捉えて、振り立ててずらす。こう入ったらもうこのままそのとき、落ちます。半身、剣を立てる、間を捉える。この3つができないとなかなか隙間さばけない。で練習だとね、よくありがちなのは、ね、こうやって寄ってきて、はい、いないとこね出します。でも稽古にならないんで、しっかり相手の中心を狙っていく。まあ危なくないで、そうするとうわー
今どうしよう、生徒払ったんでね、何が分かるかと音が出ますね。こうやって払うとパーンとね、払ってる音が出ます。立てると払ってないんで音がならないんですね。これで大体分かります。このスーッと寄っていて、ちょっと数えてみましょうかね。はい、はい、ちょっと音出てるね、まだね。はい、そう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 、いいよ、そうそうそう。二度でも二度だとどうなるかね。この状態から、まあ、ちょっとこう開き気味に誘いかけてるときに、おー大立ち守ってね、やる。ちょっとじゃあ上段の付け、上段階の付けの場合でも、ね、この状態からちょっと難しい技をね、ちょっと行きましょうかね。単純なやつね、一番単純なやつは、下段この状態ちょっと開きにして、ね、誘いをかけて、ここで打ってくるとここでスッと立てて、立った瞬間でもこれで組みに This is the first time challenge this。 はみ切れないね。これ線こっちどうですか。そうだよ、こっちのその場合はね。遠くなんで反撃がないと遠くなっちゃうでしょ。ガチです。もっとね、一発が入ってほしいんでね。反撃がもうこれ一動作で終わっちゃうの。だから払ってやつやるんで、もう同時にこう守りながら攻撃、守っていこう。そうです。そうですね。今日はね、月を対処法ですね。やってみました。ありがとうございます。Actually, this is very, very difficult. So, 先生、これやるためにはやっぱりどういう練習を一人でしたらいいですか。やっぱり難しいですよね。一人やるためにはやっぱりこう結局下半身の使い方ね、この膝とかね、この股関節を常に緩んでる状態ってことは、はい、膝の緩みが大事ってことです。大事です、はい、You guys, next time we will do how to relax hip joints, okay? And then you can avoid, you can block on your opponent's thrust, okay? じゃあ先生、この次はじゃあその膝の緩みを教えてもらっていいですか。はい、やっていきましょう。じゃあ皆さん、次はそのエピソードでありましょう。ありがとうございました。